こんにちは、いちごタルトです。はい、ということで今日は何をするかというと、こちら、みんな見えてましたか？こちら DJI のオズモポケットというカメラを購入しました。クリスマスということかな、もあるんですけど、こちらカメラなんですけど、すごいちっちゃいカメラでいろんなところで使えるかなと思って、これからのタルチャンネルの動画で使っていきたいと思うのですが、どんな感じなのかちょっとレビューをしてみたいと思います。まずこちらのお値段、定価が 45,650円です。タルトがゲットした時はちょっとセールがやってて、5,000円ぐらいお得に買えました。で、じゃあ早速どういうものか見ていきたいんですけど、まずこれ今電源がついてる状態なので消します。おお、見えましたか？これね、ここが自動で動きます。じゃあまずスイッチを入れていきたいと思います。えい、あー、かわいいなんか小動物みたいな、なでなでしたくなるような可愛く自動で動きます。で、まずこれの売りは、まあ、とにかくコンパクトっていうことですね。手のひらにも収まるぐらい、タルトの手よりもちっちゃいです、本当に。だからこうやって持って歩いてたりとかしても、置いてもいいし、そんなに目立たずに動画撮ってますよ感が出ずに動画を撮ることができます。あと、なんといっても軽いですね。軽さが 116g です。軽い、どれぐらい、なんと一緒かな。でもすごい軽いので、本当に持ち運びにも便利です。で、このケースがついてるので、ここに入れて持ち運んだりもします。はい、ここにカタログもあるので、ちょっとカタログも見ながらご紹介したいと思います。で、これ 4K が撮れます。 4K の60フレの動画も撮ることができます。で、わかるかな、ニューンって手をこう動かしても、手と一緒に動くんじゃなくて、カメラが後から追ってきます。すごくない？なので、すごい滑らかな映像を撮ることができます。今外カメラなんですけど、ボタンを押すことで、おお、セルフィー、自撮りをすることもできます。自撮りもね、こうやって来て、で、自撮りの場合は顔を認証してくれるので、タルトがこうやって移動しても、これ録画しよう、こうやってタルトが移動しても手動かしてないんだけど、カメラがついてきてくれます。動いてます、ここが。上にしても下にしても、こうやってついてきてくれます。はい、こんな感じです。あんまり近づきすぎると画質良くないみたいなのと、あとはよく YouTuber さん GoPro を持ってるんですけど、 GoPro とは違って広角じゃないので、そんなにめちゃくちゃ広い範囲が撮れるわけではないです。なんで、あと逆にズームもできないので、もう自分の距離感で撮るしかないっていう感じですね。こんな感じです。で、どんだけこれが持つかっていうと、充電バッテリーが140分最大で持ちます。2時間ちょっと。しかもこれはここに挿すところがあるので、携帯を充電する充電器をつけて出先でも充電することができます。なんで、モバイルバッテリーとか持ってたらもう一日中使えますね。 GoPro とかバッテリーで充電しないといけないけど、これはそれができるので、旅行とかにやっぱりいいのかなと思います。今キャンプ動画をいっぱい上げてるんですけど、タルト旅行も好きなんで、今後旅行の Vlog とか動画も上げていきたいなと思うので、そういう時にも持っていきやすいかなと思ってこれを買いました。はい、本当にね、本当にこうやって歩いてたら、結構カメラだと、スマホ iPhone だとこうね、ザ撮ってます感があってあれなんだけど、これだとそんな普通に道歩いてるだけとかだったらあんま気づかれないだろうし、いいかなと思います。あと iPhone をここにくっつけることができて、
iPhone のアプリがいるんですけど、アプリを入れてこれを持ってると、ここで映ってるのが今これぐらいですね。ここのこんだけのちょっとちっちゃい1インチのスクリーンなんですけど、 iPhone でも映してる画面を見ることができるので、そっちのが詳細にできるかなと思います。あとここもちょっと今変な方向見ちゃったけど、これもタッチスクリーンになってるので、タッチでなんかいろいろ設定をしたりすることもできます。あとさっき内側だとフェイストラックで顔をこう自撮りにしたら顔についてきてくれたんですけど、外の時も画面でその動きに合わせたいやつをこうタッチすると、それに追従して動くとカメラも動くっていう設定をすることもできます。いろんな機能があります。こんなちっちゃいのに可愛いな。で、本当にこれがいいのはやっぱりすごいスタビライザーというか、すごいね、本当に滑らかに動くんです。ここが滑らかにこうやって動きます。なんであーってこけてもニュワーンって動くし、あーってなってもすごい滑らかに動くので、もう画像使えんかったとかならない。よくね、タルト本当最近あの旅行行ったりしてこう動画撮ってると iPhone とかだとすごいガシガシブレるんですよ。でもこれだったら本当に滑らかに撮ってくれるから本当にいいなと思います。本当に今それが悩みだったね。これを早く旅行に持っていきたいです。キャンプもね、こう置いてもいいらしいです。こう縦に置いてもいいし横に置いて使うこともできるそうなので、いろいろ使い方は無限ですね、本当に。あとこう GoPro とかはここにつけたりとかするんですけど、これもいろんなアクセサリーがサードパーティー製であったりするので、そういうのを使うといろんな撮影方法がまた幅が広がるんじゃないかなと思います。じゃあちょっとこれを使って試しに撮影をしてみたいと思います。じゃあ行ってきます。さあ、サクトちゃん、はい、何言えばいいんですか。セクシーポーズお願いします。セクシーポーズですか、これ。はい、セクシーリポセクシーの赤リンリップ。なんじゃこりゃ。怖い。おー、あ、はい、はい、おい、すごい、顔についてきます。乾燥する。追尾失敗。近づけるんだ。増やしたいな。まだ増やしたいですよね、本当は。希望は。でもタイミングがないから。そしてセクシーな足。足。私セクシー担当じゃないんだけど。セクシー担当ひなちゃんが今日いないので。はい、ということでいかがだったでしょうか。結構滑らかに撮れてるんじゃないかなと思います。慣れるまではちょっと操作がこう右を映したいのにニョーンって後から来るから、なんかもっと早く来てって思うけど、滑らかに撮ってくれてちょうどここに来るから慣れたら大丈夫ですね。慣れるまでちょっとなんか感覚が不思議な感じがします。でもすごい本当に、あとPV とかもグループの作ってたりするので、これを使って早く
PV も撮りたいなと思いました。めっちゃ滑らかで、アプリを使ったらカメラワークとかも登録できていい感じに撮れたりもするみたいなので、実践して使ってみて試していきたいなと思います。ということで今回はこちら DJI のオズモポケットをご紹介しました。これからこれを使ってタルチャンネルキャンプにいろんな動画をもっともっと上げていきたいと思います。ということで最後まで見てくれてありがたると。